皆さんこんばんは、絆長崎です。友達からもらった生地肌じゃなかった。あ、正解よ。生地肌測ったんですよね。気になって。43センチでした。このサイズは私はまだ寝魚は経験がありません。で、ピヨピヨ今日3回チャレンジ頑張りました。で、最後の最後になんかちっちゃい可愛らしいピヨピヨが、目がキラキラしとです。で、ピオリーナさんはですね、後ろにこういう札が全てついてます。で、こう落ち着きにくいのでコテンコテンってなってしまいますんで、私はいつもちょっと目の周りをカットして、口の周りカットして、お尻のふわふわをまっすぐ調整して、皆さんピヨピヨ軍団こういう風に座れるようにしてます。お、座ったね。あんた生まれたて、やっぱひよこは生まれてからすぐ歩き出すって言うですけど、おお。フェイ吹き台と伊豆崎です。で、私がよく行くお友達も船で行ったっちゅうことで、お魚が重なってしまって素晴らしい結果に、蓮子台と糸よりです。前々回救出で、前回で、今回同じ恐竜でした。なのでこうなっちゃいます。これもまた頑張ってくれんやってる方とお話ができたらですね、全てプレゼントいたします。そして今日ファイナルチャレンジっていうことでございまして、書いてないんですけど、恐竜チャレンジ今日あと一つ取れてなかった赤いやつ、これは何やろか、全くわからん。まあ取れたちゅうことで10円くれん恐竜ファイナルで、また海取れそうだったらチャレンジいたします。よし、料理せんば。今日はです、よいしょ。お作りだけでは、生のままでは食べれないと思うんで、1キロ超えてますんでね、しゃぶしゃぶにもいたします。よいしょ、よし、今何時や、7時回った、急がんば。